ではリクエストもありましたので、中国周辺民族史として、東南アジア史を、ちょっと見ていきたいと思います。ただしその東南アジアなんですが、あの東南アジア東南アジアでダイジェスト版でちょっとのけておりますが、実は東南アジア、まず地図10カ国が分かって、で大概は全部植民地なんだけど、どこの植民地になるかは分かった上で、あとは宗教に気ぃつけつつやると簡単やでっていうのは、そうなんですよね。実はこの東南アジアで、はい、表舞台に出てくる国は東南アジア10カ国のうち5カ国です。そのうちの一つ、はい、ミャンマーはピューチンの国があったんですが、いよいよミャンマー最初の長パガン朝が元にやられた後、タンウト朝に変わった、はい、コンバウン朝が実はイギリスにやられておしまい。ミャンマーピューとパタコでも何でもいいと、あの実は王朝ピューチン除いたら3つしかないんですよね。じゃあ唯一の独立国でいうタイは、もともとドバラパーティーっていう門人の国があったんですが、タイ人いろいろ説はあるんですが、雲南省から南下してきたと、もともと雲南省に住んでたらしいですね。でそのタイ人最初の王朝がアイス皇太子朝、それにとって変わりましたアユタヤ朝、そして現在も残るラタナ行進朝、つまり門人の愛国を除けばタイの王朝も実はたった3つ、スコータイ朝、アユタヤ朝、ラタナ行進朝、やるとめちゃめちゃ簡単なんですよね。さらに、はい、この東南アジアはほぼインド文化圏でカタカナなんですが、あ、だからかと思ってほしいのは、ほぼ唯一と言っていい中国文化圏ベトナムは、はい、だから感じなんですよ。ずっと中国に支配されてて、はい、ベトナム最初の長期安定政権、これが李朝で五大十国のどさくさでできますね。そころが、はい、この後できた陳朝、元の侵入撃退しますが、明の英楽天にやられて、その後、はい、米朝っていうのがずっと中部にチャム人のチャンパって国があったんですが、滅ぼして最大半島になったものの、はい、大宗の乱挟み、最後元府県だった元朝が、はい、フランスにやられておしまい。そういえば言うの忘れてましたが、ドスコイアユちゃんでも何でもいいと、もう覚えたもん勝ちですよね。ここだって何だっけ、ビーチ見れて、西山くんは大層元気とか、もうなんか、なんかいい語呂合わせ作ってください。ちなみに赤さんは語呂合わせの才能が全くないんですが、今日はなんと無謀にも、語呂合わせで行くんですけどね。まあまあまあ置いといて、でカンボジアに至っては王朝2つですよ。何がって言ったら、はい、一応東南アジア最古の王朝と言います普段で、これが新郎に滅ぼされて、その新郎にアンコールワットがあるんですよ。めっちゃ太かったんですよね。でじゃあその東南アジアを難しくしてんのが、はい、まさに最後、はい、5つ目ことだ、はい、インドの島々という意味の、はい、インドネシアで、ところがインドネシアって言うけど、それは後にオランダが植民地にして一つの国にしただけであって、言いましたよね、スマトラ島とジャワ島に分けようと、別の歴史ですよ。スマトラ島なんて王朝3つですよ。何があってた、スマトラ島中心に、まあここのマレー半島も含めてね、はい、あの議長を訪れた有名なシーブセア、はい、そしてその後このインドネシアは現在イスラム教国ですが、そのイスラムの、はい、有名なスマトラ島、マレー半島、この間マラッカ海峡とありますが、そのイスラム教国として有名なマラッカ王国は栄え、だからイスラム教徒の帝和が訪れ、でもこのマラカ海峡、はい、あの大航海時代には香辛料を取りに行くのに大事なんで、ポルトガルに滅ぼされ、その後できた、はい、アチェ王国がオランダにやられる、シュリービジャヤ、マラカ、アチェ、スマトラ島王朝、3つじゃないですか。ですよね。で一番アガサが困ってんのは、まあ、あのジャワ島なんですけど、なんかこれいい覚え方ないですかね。大事な割には、なんで大事って言ったら、あの有名なボルブドルジンがあるからですよ。一応ね、シュリービジャから独したかなって言われる説もありますが、シャイレントラ朝のとこで、はい、ジャートに栄えたボルブドルジン、有名です。ワヤンっていう影で有名な、はい、後にクディリ朝が栄え、そして、ゲンがさ、侵入するかな、これ、ナイフォンで滅んでもったシンガサリ朝、そのどさくさに紛れてできました、東南アジアほぼ最後のヒンドゥー教国、マジャパヒトが、はい、滅んだ後イスラムと言いましたね。最後はイスラム教国、はい、バンテン国とマタラム国がほぼ同時に栄え、もちろんオランダに支配される、この東南アジア、
じゃあこれを中国王朝周辺民族史として見る場合はって言ったら、唐の時代ありますよね。多分これ口で言っても分からへんので、絵でいきますか、ビジュアルでいってみますか。では唐からビジュアルでいってみますか。それはチャンパとフナンというこの2国が東南アジアでは栄えてたんですが、このちょうど唐の時代にマラッカ海峡ルートが栄えまして、このルートから外れてたアイ・フナンが衰退します。代わりにマラッカ海峡を栄えましたこちらスマトラとバレンバを都とするシュリー・ビジャヤが栄え、ここには議場が訪れて南海域内方面変えたことで有名ですね。このシュリー・ビジャヤから独立したという説もあるんですが、隣のジャワではシャイレンドラ朝が栄え、このシャイレンドラ朝にはあの有名な大乗仏教寺院ボロブドゥール寺院が建てられます。そしてこの時代唐に朝貢したミャンマーのピュージンの国、同じくタイにアイ唐に朝貢しましたドバーラバティモンジンの国、そしてフナンに変わりました新郎クメール人のアイコの新郎が唐に朝貢し、ということは唐の朝貢国や高気候によって発展した国が唐の周り東南アジアには存在するんです。よろしいでしょうか。じゃあこれをどうやって覚えるか、ご覧してよければいきますか。はい、父ちゃんなんかしんどいからピュッと取捨選択、何を取捨選択するか分かりませんが、父ちゃん、はい、父の時代ちゃんぱ残ってますよね。なんかうな所には何所下がりますね。しんどいから、はい、新郎とドバーラパティカンボジア、そしてタイに栄え、ピューと、はい、ピュージの国がミャンマーに栄える中、取捨選択、シュリビジャとシャレンドラ朝がある、いまいちですね、分かってるんですが、以上めげずに参ります。10世紀唐帝国が滅亡しまして5代10国時代に突入しますが、ちょうどこの10世紀タイのドバーラバティ門人の国が衰退し、南省というウナ省の国も相代理に取って代わられます。南省に滅ぼされたのが実はミャンマーのピュー人の国ピューで、その代わりに11世紀ミャンマー最初の王朝がいよいよパガン朝として成立します。5大10国のどさくさで多くの国がベトナムにはできるんですが、そのベトナムにいよいよ同じく11世紀最初の長期安定政権李朝が建国され、中部にはチャンパーが残ってるんですが、このチャンパーのチャンパイネ、実はお米って東南アジア原産なんですよね。だからあんだけ水がいるし寒さに弱いんですよ。ところがこのチャンパイネ寒さに強く、この稲が愛中国に伝わりまして、あの祖国熟すれば天下たる長江下流域を穀倉地帯にしています。さらには11世紀あの南インドからチョーラ朝が侵入しまして、超すごいチョーラ朝ですね、シュリービジャヤも衰退、さらには新郎も残ってるんですが、12世紀アンコールワットというヒンドゥー教寺院が建立されています。そしてジャワにはワヤンで有名なクディリ朝が建国された。これが宋の時代の東南アジアの国々です。ではめげずにこれも、ご覧していってみましょうか。はい、覚え方ですが、壮大のパーリーちゃん、壮大、和製だのこうなんすかね、パーティーピーポーみたいなイメージでいきますかね。で、信州で苦労する、何を苦労したのか分かりませんけどね、はい、何やねんって言われたら、壮大の愛壮の時代雲南省には代理が栄え、パーリーちゃんですが、はい、パガン朝、ミャンマー最初の王朝できます。ベトム最初の長期安定政権、李朝できます。チャンパー残っております。そして、信州で、はい、新郎も残り、シュリー・ビジャーも残ったまま、いよいよ、ワヤンで有名なクディリ朝。ワヤに苦労するって嫌だと思ったんですけど、ワヤっていう関西弁が通じないかもなと思って、信州で苦労するって止めたんですが、いかがでしょうか。ダメですかね、やっぱり。また続くよ。では元は真面目にいきますね。元ですが、あのミャンマー最初の王朝パガン朝滅ぼし、さらには雲南省の代理滅ぼして、この代理にタイ人住んでたと言われまして、はい、このタイ人が南下してタイ人最初の王朝愛13世紀に始皇帝朝ができます。この元なんですが、ベトナムのチン朝には撃退されまして、
さらにはアイ・チャンパーにも撃退されますね。さらにはジャワに遠征するんですが、その元の兆候を拒否って、さあ元が攻めていこうかっていう前に、シンガサリチョはナイフンで滅び、代わりに、ここに栄えるアイ・マジャパヒト王国、最後のヒンドゥー教国となりますが、これら、元の侵攻を撃退した国と、できなかった国で、覚えてください。では、元に変わった明王朝の話をしましょう。14世紀、元を北に追いやって明が建国されますが、この14世紀、ミャンマー元に滅ぼされた馬関朝に代わり、タングー朝が建国され、タイには14世紀、アユタヤ朝が建国されます。15世紀、明の永楽帝が元の侵入撃退した清朝を滅ぼし、この15世紀、マラッカ海峡を抑えたマラッカ王国の国王がイスラム教に改宗します。結果、永楽帝は南海遠征、派遣しますが、実は帝はイスラム教徒の宦官ですよね。その結果、マラッカ王国を拠点とし、マラッカ王国、アユタヤ朝の支配を受けてたんですが、この明の力を背景に、この支配から逃れています。さらに、永楽帝死後、ベトナム、いよいよ明から独立し、レイ朝ができ、南部にあったチャンパも滅ぼして、ベトナムとしては最大版図を迎えます。では、15世紀後半、マジャパヒト王国が衰退する中、いよいよモルカ諸島の香辛料を求めて大航海時代が始まると、16世紀の最初の方ですが、なんとマラッカ王国がポルトガルによって滅亡します。結果、ここポルトガルの拠点になるんですが、キリスト教徒ですよね。だから、ムスリム商人たちがキリスト教徒を嫌いだーって言うんで、このマラッカ海峡ルート通らなくなり、代わりにこちらのスンダ海峡ルートが栄え、スマトラ島のアチェを中心とするアチェ王国、イスラム教が力を伸ばします。さらにはスンダ海峡ルートが栄えた結果、16世紀、ジャワ島の西にはバンテン王国が、東にはマタラム王国というイスラム教国が栄え。ああ、じゃあこの明の周りの周辺国家はどうやって覚えるかと言いますと、また語呂合わせなんですけどね。見れたあゆまま。ああ、晩にまたね。なんやねんっていうのは、こうイメージできますかね。こう、あゆままっていう、こう、スナックのままに昼間あったんですよ。ところがあゆままに、ああ、ごめん、晩に、夜に、店に会おうね、みたいな、ああ、晩にまたねっていう、なんやねんっていうのが見れた。明の時代、ベトナム最大版図を迎えた霊長に、ミャンマーにはタングー朝が栄え。さらには、タイ、アユタヤ朝に、ママっていうのはマラッカ王国、マジャパヒトですね。でも、マジャパヒト王国が衰退し、いよいよ、アチェ王国や、そして、バンテン王国や、マタラム王国といった、スマトラ島、ジャワ島にイスラム教国が栄え。どうですかね。いや、自分でも、って思ってますけど。では、気を取り直して、いよいよ最後の王朝、清王朝に参ります。清が建国した17世紀、ベトナムの霊長が衰退し、北の帝氏と南の元氏に分かれ抗争します。この南の元氏の支配に対して、タイソンの三兄弟がタイソンの乱を18世紀起こし、この18世紀、ミャンマー最後の王朝となるポンバウン朝が建国されます。このポンバウン朝、タイのアユタヤ朝を攻撃し、その結果、アユタヤ朝は衰退。代わりに18世紀、いよいよ現在も続くタイのラタナクオー新朝が建国されます。ベトナムでタイソンの乱を起こした元三兄弟ですが、最終的にタイソン朝を建てるんですが、19世紀、このタイソン朝を滅ぼした元福永がベトナム最後の王朝元朝を建国します。では、清の周りの周辺国家はどう覚えるかと言いますと、19世紀、もうタイ以外の国は植民地になるんですよね。例えば、ベトナム元朝ですが、ナポレオン3世のインドシナ出兵くらい、結局フランス植民地になります。ミャンマー最後の王朝、コンバウン朝ですが、イギリスと3回のミャンマー戦争でイギリスの植民地、インド帝国に併合され、そしてアチェもバンテンもマタラムも全てオランダ領東インド、
インドネシアとなります。ラタナコ新朝だけ唯一の独立国としてタイが植民地となる、これでいかがでしょうか。以上、最後は一番最初に言いました東南アジアそれぞれの国がどこの植民地になったか、それが分かれば中国周辺民族史としての東南アジア終了させていただきます。お疲れ様でした。